入っちゃうな。ソフトバンクから LINE もええの、1ギガまで無料。なるべくマイナーな道だけ進んでった方がいいのかななんて。7月20日、今日は火曜日です。今日も高温、遊具が暑くなってるため本日閉鎖いたします。今日もみんな水分とって熱中症には気をつけましょう。真夏です。ミストの下、日陰にいるとまあそれなりに涼しいですね。お散歩はららぽーとの中します。クーラー効いてますよ。あ、割と涼しい。今ソフトバンク行ってきまして、いろいろ話聞いてきました。 LINE もにするにもやっぱりかなりお得なというか裏技みたいのがあるようなんで、ここ何日かでそれを実行していきたいと思います。で、ぜひ皆さんにもこれシェアしたいので、明日の動画で多分いけると思いますので、明日しっかりご説明したいと思います。今後もまた機種変も安くできるということなんで、これはお得だと思います。ではまたお昼にします。今日も来ちゃいました、ふなっしーランド。50% オフ、キャラメルサンドクッキースニーカーもセール品になってる。 25.5、 お、結構でかいぞ。入っちゃうな。まあ、幅が狭いな。大高段広仕様ではないな。ソフトバンクから LINE もへの移行を考えてるんですが、新しくできたこの990円のプランですね。税込み990円、3GB で、ミニプランというのになりますが、キャリア品質の低容量プラン、はい、データ3GB で990円、ギガフリー対応、あ、LINE ギガフリーですね。まあ、LINE に関してはパケットを使用しませんよってことですね。で、データ量超過後の通信速度、まあ、これはちょっと遅くなりますが、これは秘策があります。で、通話オプション、割引キャンペーン、5分間無料の通話オプションあるんですが、それ通常500円なんですが、それが1年間無料ということです。インスタンププレミアムポイントキャンペーン対象外、1万円相当上げちゃうキャンペーン、まあいろいろこういうことでございまして、と990円で一月使えるということでございます。で、これのターゲットがこれですよね。楽天モバイル1ギガまで無料で重量制ですよね。こっちは LINE もは重量制ではなく、多分月ごとの切り替えになると思うんですが、これ楽天は別に申し込まなくても、その使った量に応じてこう値段が変わってくるっていうことですね。で、僕はさっきの LINE もに変えて、で eSIM っていうのがあるんですが、 iPhone なんですけれども、物理 SIM と eSIM と両方使えまして、この3ギガを超えた時はこの楽天を使おうと思います。まあ、今まで使っても3ギガ超えるか超えないかとかが月の使用量だったもんですから、からこれで3ギガ超えた時点でとデータ使用、モバイル通信を eSIM の方に切り替えて、こちらの楽天にして、
で、それが1ギガまでで収まれば無料ですよね。で、まあ、1ギガ超えても3ギガまで、トータル6ギガになっても990円と980円で、これはあれか、税込みだともうちょっと高くなるんですね。月額1078円になりますが、それにしても2000円程度で済むということなんで、まあ、そっちの方がお得かなという方向でこれから進めていきたいと思います。ソフトバンクの方から、これは自分で考えたことなんですけど、ソフトバンクの方からちょっと裏技的なことを教わってまいりましたので、それは明日のこちらの動画で説明させていただきたいと思います。今、携帯7000円ぐらいずつ払ってるんですが、8000に近い7000円台だったと思うんですが、それをこれにすると、まあ、機種代入れたにしても、まあ、半分ぐらいになるんじゃないかなと思われますので、こっちでやってみたいと思います。他、裏技などは明日のこちらの動画でね、説明させていただきます。このように皆様の、まあ、一部の方でしょうが、お得になるような情報も時々織り交ぜてやってますので、ぜひチャンネル登録の上、毎日見ていただけたらと思います。本日はご覧いただきましてありがとうございました。また見えちゃったな。毎日更新してますので、ぜひご覧いただけたらと思います。どうもありがとうございました。ではでは。今357を普通に走ってたんですが、とんでもない渋滞なんですね。市川の方に逃げてきてるんですが、この先もどうなんでしょう。行けるのかな。15時45分出勤で1時間ちょっと前ぐらいに出てきたんですけれども、今14時55分あと50分なんですが、着くのかな。なるべくマイナーな道だけ進んでった方がいいのかななんて今思ってるとこなんですけれども、はあ、オリンピックの影響がこんなあるとは思ってませんでした。まあなんとか気をつけて行ってみたいと思います。携帯のヤフーカーナビなんですけれども、これ見るととりあえずこの道は、まあ、表示自体がないっていうのもあるんだけど、赤いのも出てないのでなんとか行けるんでないかなと思ってます。いや、それにしてもこんな影響があるとは思わなかったな。357、3車線がびっちりでしたよ。でっけえカラコン専用フォークポケット、お一発で乗せちゃうんだ。っていうかコンテナなんだねこれね。あ、残念ながら1回じゃいけませんでした。ご信号長いんだよな。はい、では気をつけていきます。なんとかスムーズに走ってます。先ほどから20分ぐらい過ぎた感じですかね。今南行徳駅のところを通過しまして、出勤時間まであと30分、何もなければ問題なく到着できそうです。あー、よかった、ね、明日からも少し気をつけないとね。なんかタイミングによっちゃ帰りの時間がそう遅くなければ電車で行くのもありかななんて今思ってました。まあ汗かいちゃうだろうけれどもね。いやー、オリンピックの弊害受けちゃいましたね。こんな渋滞だと思わなかった。昨日からだったみたいなんですけれども、僕昨日お休みだったから全然気にもしてなかったよ。もう運転手同士の LINE にも上がってこなかったからね、みんな午前版でそんな気大丈夫だって問題なかったのかもしれませんですね。はい、いや、これ以上前行くと日向になっちゃう。ということでお仕事は無事に行けそうでございます。